皆さん、こんばんは。それでは時間となりましたので、第12回、ケムステーションバーチャルシンポジウム、有機無機材料の総点位ダイナミクスを開始させていただきます。私は本日のファシリテーター、司会進行役を務めさせていただきます、東北大学多元物質科学研究所の加瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回も科学分野の中では、ややマニアックなテーマにもかかわらず、400名以上のたくさんの視聴者にお集まりいただいております。 これより2時間程度、この V シンポジウムをお届けいただければ幸いです。えっと、まずは本質のシンポジウム、シリーズおよび、えっと、主催している ChemStation について簡単に紹介させていただきます。ChemStation は、えー、日本最大の科学のウェブサイトで、今年で設立20周年を迎えております。公開、えー、ページ数8793、スタッフ数137、そしてスポンサー数30社以上と、えー、規模も大きく、えー、規模、歴史ともに日本一の科学、 ウェブサイトであこのすこのケムステーションが、えー、本年5月の COVID-19 による緊急事態宣言の時、えー、この機会、この状況下で何かできることがあるのではないかということで企画して始めたのが、えー、こちらのケムステーションバーチャルシンポジウム、通称 V シンポジウムです。さまざまな科学のテーマが取り扱われておりまして、えー、今回で第12回となります。 この,12回,のシンポジウム12回目のシンポジウムのテーマが、えー、水、有機材料、無機材料の、えー、最先端、想定現象と題しまして、このラインナップを見るとわかるのですが、えー、いわゆる、えー、分野として物理科学が前面に出るようなテーマは、今回が初めてということになります。さて、この第12回ケムステ V シンポジウムの、えー、趣旨ですが、えー、今回は、えー、CSJ カレントレビューという出版物との協賛、えー、企画となっております。 このケムスの V シンポジウムで言いますと、第4回のバイオプラスチック第6回の金属錯体職場に続く3回目の協賛となっております。この CSG カレントレビューでは、日本科学会が編纂、科学同人がから発売されているシリーズ本で、今回が、今回が第35巻の有機、無機、材料の想定にダイナミクスを取り上げます。V シンポ初の物理化系ですね。本やテーマの詳細については、この後説明いたします。 この CSJ カレントレビューの執筆者から3名の著名研究者に今回は講演を依頼しております。有機科学等の他の分野に比べるとやや人気が劣ると思うのですが、それにもかかわらず今回も442名の参加登録がありました。ありがとうございます。 さて、えー、CSJ カレントレビューについて、えー、と説明いたします。えー、CSJ カレントレビューとは、えー、学生や若手研究者をまあ主なターゲットとして、えー、科学研究分野でおいて、えー、最新の研究動向をある分野を選んで、えー、まとめることで、研究の面白さ、重要さをダイナミックに伝えたいというコンセプトで発行されている本です。 シリーズコンセプトとしましては、えー、ここにまあ記載されているようなことがあるんですが、私としては特に売りだと思っているのは、最先端の研究動向が、えー、1冊眺めると把握できるということ、そしてその分野の核心の歴史が解説されているところが特徴だと思っています。シリーズラインナップとしてはこちらにありますとおり、さまざまな分野を取り上げているんですが、えー、これから、えー、勉強したい、研究したい分野、 あるいはキーワードは聞いてあるけれど、本当はよく分かっていない分野等の、えー、と入り口として、あるいはある分野をばん外,、えー、外観して、えー、理解したいというときに非常に有用な本だと思います。例えば私自身ですと、自分の分野に関連する海、えー、面科学の4巻とかですね、今回の総定位の35巻なんかは、えー、ともちろん読んでおりますし、最近ですとちょっとバイオセンサーのことを知りたいなと思って10巻目を入手して読んだりしています。 皆さん、えー、ぜひ今回の総定員の管に限らず手に取って読んでみていただけるとと思います。また、えー、これ、えー、Kindle 版も出ておりました。アマゾンで、えー、と簡単に購入することもできます。さて、今回の、えー、シンポジウムのテーマ号を、まあ、改めて、えー、とここに出してますが、有機向き材料総定員ダイナミクス、推理から未来のマテーラル開発までというサブタイトルがついております。 で想定意というと、えー、物理の分野だと思う人が多く、科学ではいやいやマニアックな分野だと思いますので、科学的視点で想定意をどう唱えるかということを少しお話ししながら、えー、この、えー、と本の、えー、と簡単な紹介をさせていただきたいと思います。で想定対義というと、まず皆さんが思い浮かべるのは、えー、と一番単純な例でいうと、やはり個体、えー、が液体に変わり、液体が液体に変わるという、まあえー、と単純な変化だと思います。 でこの想定位についても、例えば、えー、と科学の視点で見ると,、えー、と、分子レベルでこの変化がどう起こっているかということを、またその途中がどういうふうに、えー、と分子レベルになっているかということを、まあ、理解したいということが出てきまして、これが想定位ダイナミクスと呼ばれています。でまだ、えー、と分かっていないことが非常に多くあります。 例えば、えー、水の凝縮の例をこの、えっと、右下に少し出してるんですけど、空気中で、まあ、まず水の凝縮だったら、えっと、水分子が集まって核を作り、それが液的になって成長して、バルクの水になるという順番に、まあ、起きていくわけですけど、その途中がどうなっているかということが研究の対象となります。ちなみに本日の講演2番目の講演者で、安岡先生はこのテーマで、えっと、ご講演していただけると思います。 でえー、とこの分野、えー、とどうして、えー、と重要かということを考えますと、分野的な広がりというのは一つ挙げられると思いますで。カレントレビューの中でも述べられています通り、り、えー、基本的な蒸発や凝固だけでなく、液晶や、えー、とブルーレディスクに使われる材料の装填です、ねえー、とブルーレディスクの場合は結晶アモルファス装丁を使っていると、えー、とこの本の中に、えー、と記載。 でまた、生、え、体、ー、内や、えー、と地球内部の、えー、マントルなどの、えー、と総変化、ダイナミクスなども、えー、と重要で、このように基礎から、まあ、応用までいろんな現象に関わっているということであります。で化学の視点からやはりこれらの現象を原子分子レベルやあるいはナノレベルで理解して制御したいということで、そういうことを考えるとダイナミクスの研究が、えー、と必須となります。この CSJ カレントレビュー、この,、えーとあこのえー、と分野が、 今現在、なぜホットなのかということを少し申し上げますと、えー、近年のナノテクノロジー、ナノサイエンスの進展に伴って、えー、計測技術や計算技術が進展して、えー、とサイズでいうと、計測で言えば、えー、とナノメートルレベル、えー、と時間分解能でいうとフェミト秒レベルという従来、観測が難しかった領域が観測できるようになってきているということが大きくて、これで、まあ、想定にンイミが今まで見れなかった部分が見えて、それと物性とどう相関しているのかということを、まあ 理解していきたいということが、まあ、やはり、あの、ホットにやられているということで、まあ、新しい材料への展開なんかを期待されています。ということで、本章は基本的には、想定以外のスに関する、まあ、最近の展開について、基礎的な理論と応用展開の両方、まあ、解説している本となっております。でこちらが、えっ、ー、と、著者のリストで、本日ご講演いただく先生、こちらの、えっ、ー、と、今、緑に囲まれました、えっ、ー、と、3名の先生になります。 この本の本編集者である、えー、東京大学の大越先生に加えて、えー、慶応大学の安岡先生東工大の石川先生の3方です。 で、この先生、この3名の先生にご講演いただくっていうのは、実は先ほどちょっと図を示しましたけど、この物性と計測と計算っていう、それぞれの代表的な一流研究者の先生方にお願いしているというのが、今回の話です。で、この3つを合わせて、想定員を物理科学的な気候解明をして、それを最短材料につなげていくっていうことを、まあ、3人の先生方やられてまして、 えとこういうことから、この分野がえとどのように面白いかということが、皆様に伝わればいいなと思っておりますので、ご期待いただければと思います。ということで、皆さんにはぜひ、この CSJ カレントレビューを買って読んでいただきたいところですが、今回、科学同員人さんからのご講意で、本シンポジウム終了後のアンケートにご回答いただくと、抽選で3名様に、本シンポジウムのこの書籍、カレントレビュー35号、 有機、えー、無機、材料の総点位ダイナミクスをプレゼントいたします。ふるってご応募いただけるとと思います。また、えー、と今回、えー、このシンポジウムにご参加いただけた方には、えー、この実はカレンダリビューが割引で購入できます。でまあ、通常4200円とか3800円というふうになります。でえー、と実は今回の,その総点位の号だけではなくて、どの号でも、えー、と割引していただけるということで、えー 割引購入に関しては、えー、アドレスが、えー、とメールで、えー、と皆さんのところ、お申し込みいただいた皆さんのところには、えー、と配信されているそうなので、えーと、ぜひご利用いただいて、いっぱい読んでいただけるとと思います。えー、と今回、主催団体で入れます、このケミステーにおいてもです、ねえーと、21世紀を生きる科学ファンとして手元に置いておいて損のない一冊であることは疑いがないというふうにまあ言われておりまして、ぜひ、えー、と皆さん読んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。 さて、えー、と本シンポジウムは、えー、と共産企業の皆さんの、えー、ご支援を受けて、えー、開催されております。えー、東京化成工業様、えー、メルク様、えー、島津製作所様の3所でございます。講演の合間にこれらの企業からの CM がございますのでそちらもご覧いただければ幸いです。最後に証講にあたっての、えー、と注意事項について簡単に説明いたします。まず、講演者の発表と配信には5秒程度の遅延があります。 YouTube のチャット欄で随時ご質問、コメント等を受けしておりますので、ぜひいろいろ書き込んでいただき、一緒に VSIMP を盛り上げていただきたいと思います。各講演後に書き込んでいただいた質問の中からピックアップして、講演者の先生に解説をお願いする予定です。著作権などの関係から、録画や個別配信は全勤でお願いいたします。 V 進歩はまだまだ試行錯誤の段階にあるイベントでございますので、っ、えー、とだかない点とあると思いますが、ご容赦いただきたいと思います。それでは早速、えーと、講演の方に移りたいと思いますが、その前に、えー、皆様からいただいた質問をピックアップして、えー、代読していただく3人のモデレーターの方を、えー、紹介させていただきたいと思います。はいえー、とまず、東京大学の、えー、吉木雅理恵さんです。 東京大学理学系研究科科学専攻を講師研究室の吉木清と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、次に、えー、東工大学の、えー、松村亮さんです。えっと、えー、東京工業大学理学院科学系の、小シハラ沖本研究室の修士2年の松嶋です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、宮田、九州大学の宮田清さん。 あのよろしくお願いします。あの九州大学であの上京やってます宮田ですあの。ケムステのスタッフもやっていて、まあ、実はあの先ほど紹介いただいたあのこの書評の記事を書いたの、実は僕なんですね。<laughs> いや、でもあの今回、モデレーターとして携わらせていただいて、すごく嬉しいのであの、盛り上げられるよう頑張ります。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。えー、この3方に質疑を,とを担当していただきますので、よろしくお願いします。と、それでは次に。えー 講演者のえっ、ー、と先生方ですね。はい、ありがとうございます。とそれではえっ、ー、と講演者の先生えっ、ー、と3方えっ、ー、と順番に紹介します。えっ、ー、とまず最初の講演者えっ、ー、と東京大学の大越新一先生です。東京大学大学院理学系研究科化学専攻の大越ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます次にえ二、ー、番目の講演者である、えー、京応大学のえっ、ー、と安岡健二先生。慶応義塾大学の安岡です。よろしくお願いいたします。 そして三番目が東京工業大学の石川忠彦先生ですあの、の東京工業大学理学院科学系で助教しております石川と申しますよろしくお願いしますありがとうございます本来はそれぞれの先生方について詳細紹介したいところなのですが先生方にできるだけ長くお話しいただいた方が良いと思いますので早速最初の講演に移らせていただきます